結構海人くんも早い方だけどね、お互い結構早い。俺めちゃめちゃ遅いですよ。信彦さん俺のこと全然見てない。俺はイベントの時共演した女性声優より弁当食べるの遅いですよ。え、そんなんだっけ。めちゃめちゃゆっくり食べんだから。あ、ランチの時結構あんま気にならなかったかも。もうめちゃめちゃゆっくり食べんだから。そうだったっけ。ごめんなさいごめんなさいって言いながら、あれ給食の時も食べんの遅すぎて残されてるタイプの児童です。白赤終わりのランチで結構早いイメージがあったわ。なんか絶対に絶対にですけど一番遅かった自身。あ、そうなんだ、はい。じゃあごめん。じゃあごめん。大輝くんと間違えたのかな。じゃあ、あの時は直属の後輩だったの。